こんにちは。B&G ヘッドラインニュースです。北海道愛別町 B&G 海洋センターで、愛別天神クラブ2017、冬、B&G 学び塾が開催され、同町の小学生48人が参加しました。学習だけでもない、体験だけでもない、運動だけでもない、をコンセプトに、参加者が冬休みの宿題やプリント学習、入浴剤、スライム作りや料理、 雪遊びやフライングディスクを使った運動をしました。参加した子供たちからは、冬休みは家にいることが多いので、みんなで勉強やスポーツができて楽しかった、との声がありました。B&G 学び塾は、2018年の夏休みに、各地の B&G 海洋センターで、順次実施する予定です。ではまた、次回の B&G ヘッドラインニュースで会いましょう。